ファンの皆様、本日のご来場誠にありがとうございます。ただいまから第132期香川支部新人選手紹介を実施いたします。なお、イベント中は周りの方と適切な距離を保つようお願い申し上げます。それでは選手が登場です。大きな拍手でお迎えください。それではご紹介いたします。第132期香川支部登録番号5291三島心選手、登録番号5298水谷正人選手、登録番号5299西丸敦貴選手、以上の3選手です。まずはじめに選手の皆様に丸亀市ボートレース児童局よりデビュー記念品を贈呈します。プレゼンターは丸亀市ボートレース事業局長大林悟です。大林局長、よろしくお願いいたします。それでは三島選手からお願いいたします。こちらは選手会香川支部オリジナルデザインレーシングウェアとなっております。西丸選手、お願いします。それでは写真撮影に移りたいと思います。3選手は記念品を持ったまま前の方へお願いいたします。撮影時のみマスクを外してもらってもいいですか。ありがとうございます。さあ、第132期香川支部の3選手にボートレース丸亀よりオリジナルデザインのレーシングウェアを贈呈しております。さあ、皆様よろしいでしょうか。さあ、大丈夫ですか。それでは写真撮影終了いたします。大林局長、ありがとうございました。中央よりご講談ください。さあ、それでは選手の皆様に少しお話を聞いてみたいと思います。よろしいですか。ありがとうございます。さあ、改めて132期香川支部の3選手です。こんにちは。こんにちは。さあ、まず大丈夫ですか。まず簡単に自己紹介をお願いいたします。じゃあ三島選手からお願いします。はい、5291の三島心です。よろしくお願いします。5298香川出身の水谷正人です。よろしくお願いします。5299の西丸敦貴です。よろしくお願いします。さあ、今回デビューの3選手なんですが、かなり話題性のある3選手でして、三島心選手はお父様が三島誠二選手ですね。西丸敦貴選手は弟さんが西丸裕太郎選手です。そして水谷正人選手は132期養成所チャンピオンに輝きました。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、どうでした。ゴールした時とか表彰台立った時とか優勝した時はお気持ち。優勝インタビューの時は緊張して何も喋れませんでした。今ここで感想を。優勝した時は安心しました。はい。お二人から見ても強かったですか、養成所時代の水谷選手は。はい、はい、まあ、とても強かったです。はい。ここすごいなって思うところありますか。努力ですね。ボートのことに関してはマジで人一倍自分から見てもやってたと思います。
さあ三島選手もね、女子選手の中で勝率上位で卒業されてますが、養成所の生活なんかはいかがでしたか？そうですね、なんか養成所入って余計父の凄さとか感じたんですけど、まあこっち出てきてもっと感じることがあると思うので、どん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 盗んでいきたいと思います。さあお父様から何か言葉ありました？入るときとか、まあ、卒業されたときとか。そうですね、もう卒業して、まあ、おめでとうはなかったので、もうこれからやぞって感じで、はい、厳しく。もちろん、はい。そうなんですね。さあ西丸選手は弟さん裕太郎選手おられますが、コメントもらってきてまして、はい、子供の頃から一緒にボートを見に来ていたの でしかもお家でもレースを見ている、はい、ということで楽しみだと弟さん話してました。負けてられんなって感じですとのことですが、はい、お兄ちゃんの敦樹選手はどうですか、兄弟レーサーとなって。そうですね、自分の目標と兄弟の目標を持ってて、兄弟の目標はやっぱり2人とも篠崎兄弟選手のように2人ともが前筋取れるような選手になりたいですし、まあ、兄弟の目標と自分の目標っていうのがあって、まあ、お互い切磋琢磨して強くなっていきたいなと思ってます。はい、期待大ですね。イケメンレーサーとしてね、兄弟レーサー、イケメンレーサーとして活躍してほしいなと思います。さあお時間がですね短いですので、ここでお一人ずつ目標とファンの皆様にメッセージをお願いしてもよろしいですか。じゃあ三島選手からお願いします。まずは、デビュー戦を無事故完走でしっかりと終えて、どん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 経験を重ねていって A1 級選手になって、どんどんずっと続けていけるようなレーサーに なれるように努力するので、応援よろしくお願いします。夢は、賞金王と、グランドスラム達成です。今日デビュー戦なんですけど、無事故完走でしっかり精一杯走っていい成績残せるように頑張るので、応援よろしくお願いします。まあ、自分は、まあ、A 級レーサーになって、まあ、ボートでの成績を残すのは、まあ、当たり前で目標なんですけど、人として成長して、やっぱ自分が先輩になった時とか後輩の人に慕われるような、お客様に応援してもらえるような選手になりたいと思っています。応援よろしくお願いします。それでは最後に集まってくれたファンの皆様へ132期のポーズをお披露目したいと思います。ポーズがあるんですね、とても可愛いんですけど、大きな声でいきますか。いきますよ、せーの、ガオ。さあ皆さん、シャッターチャンスですよ。ぜひね、たくさん写真撮ってください。さあ3選手のデビュー戦ですが、三島心選手は5月21日からボートレースナルトでのデビューです。真ん中、水谷正人選手は本日の第3レース、そして西丸敦樹選手は本日第4レース、ボートレース丸亀でデビューとなります。さあ皆様よろしいでしょうか。たくさんのご声援をよろしくお願いいたします。よろしいですか。ご要望ありがとうございます。さあたくさんご声援をよろしくお願いします。